アリチさん、いますか？失礼します。あ、村雨様、戻っていらしたんですね。お帰りなさい。山の方はどうでしたか？成果はなかった。明日はもう少し範囲を広げて探索してみよう。わかりました。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。アリチさん、少し時間をいただけませんか？話したいことがあります。後ほど、すべてお話しします。夕食後に私の部屋でいいですか？ありがとうございます。何やらピリピリしておったな。我が輩がおらぬ間に怒らせるようなことでもしたのか？ごめん、コウムル。我が輩、そういうことに巻き込まれたくない。それにだな、我が輩に声をかけなかったということは、ご主人だけに来てほしい、ということではないか？はい、どうぞ。すみません、お呼び立てして。呪詛の話です。資料を借りたんですよね。水葉さんから謝られました。呪詛に関する資料を勝手に渡したと。え、いや、違うんです。私は別に怒ったりしていません。頭を上げてください。そうではなくて、むしろちゃんと説明をするべきだと考えてはいたんです。私はずっと隠し事をしていて、そのことはアリチさんも気づいてましたよね。それは少し違います。私が知られたくなかっただけです。正直に言えば、知ってもらう必要があるのかどうか今も少し迷っています。でもアリチさんは言ってくれました。一緒に呪詛を解こうって。私はその言葉を受け入れました。だからちゃんと言いたいんです。自己満足みたいなものなんですが、聞いてもらえますか？アリチさんは水葉さんの資料には目を通しましたか？では何か疑問に思いませんでしたか？生まれませんよ、男の子は。友竹の家に男の子は生まれていません。ここ数百年、一人たりとも。駒川家には家系図も詳細に残されているんですが、それらは資料には含まれていませんよね。きっと私の口から言った方がいいと思ったんです。水葉さんも有地さんが疑問に思った通りです。強力な呪詛の力が耳という形を成して現れただけで、
呪いの効果は他にあるんです。というよりも、友竹を断絶させるためだと思います。そして、友竹の家に生まれる子供は一人だけです。そこは、私たちにもわかりません。二人目に関しては、ただの偶然かもしれません。二人目を産もうとする人が少なくて、まず、母親の体が持たないんです。友竹は、若死にの家系なんです。一番長く生きた人でも50歳程度。私のお母さんは、少し前に他界しました。とはいえ、子供を産まずに亡くなった人はいません。私も健康に問題はありませんから、すぐにどうこうなることはないと思います。私は、この呪いを解かなくてはいけないんです。じゃないと。すみません。今の言葉は聞かなかったことにしてください。とにかくこれが、私が隠していたことです。違います。最初に言いましたが、私がアリチさんに知っておいてほしいと思ったんです。だから、謝ったりしないでください。何かしてほしいことがあって、打ち明けたわけではありません。改めてほしい態度があるわけでもありません。正直に向き合わなければいけない。そう思っただけなんです。アリチさんには、気にしてほしくないと言いますか。今まで通りのままでいてほしい、です。被害妄想が強かったかもしれません。